来ました税金、またしてもノンストップで。コロナ禍であれですね、車の税金免除っていうのはないですかね。とりあえずね、私3ナンバーが2台ありますんで2つ来ましたね。軽自動車はあれでしょ、市区町村県から来るんか、これが国税の方かな、ちょっと分かんないですけども、すいません。最近ね、ペイペイとかでも払えるらしいですね。これね、こう書いてますからね。私の場合ペイペイとかで払おうかと思いますけども、金額でかいですからね。ちなみになんですけども、うわーすごいな、10万なんぼみたいなのがで、もう1枚は5万なんぼ、ね、完全な利権構造でしょこれ。車の税金ってなんぼ税金払えんですか、っていうかそれを覚悟で乗ってますからね、しょうがないんですけどもね。で、2台とも今年車検で、1台は先月、1台は来月車検なんですよ。車検もいくらかかるんやみたいな感じですね。軽く税金と車検で100万くらいかかるんじゃないですか。頑張ろう、本当ありがとうございます。もう税金この野郎、いってらっしゃい。